皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2023年4月4日の4時54分です。今日のお昼頃に書き込まれたトゥルースソーシャルの虎親分のコメントをご紹介したいと思います。そして、あとは画像と動画をご紹介します。 リークといえば、特別検察官ジャック・スミス、彼の名前は何だったんでしょう、はワシントンコムポストに大量の情報をリークしました。これは違法であり、彼の虎親分嫌いの妻と家族の悔しさのあまり、この過激な左翼の狂人は起訴されると思いますか彼はチャイナタウンに隠された梅田文書と、梅田が諦めることを拒否するデラウェアに秘密裏に保管されている。 1850個のボックスを解き放たれるべきです。完全に偏見のある凶悪犯です。梅田は妨害の罪を犯していますが、私はそうではありません。次、D.C. ドレインさんというジャーナリストの方のツイートをリツイートしてるんですが、これは梅田大統領が話をしている動画です。ドレインさん。そしてそこにあります。彼は静かな部分を大声で言いました。 梅田は彼のチームが、虎親分が再び権力を握るのを止めるために、これらの虎親分の基礎を調整していることを確認しました。というものです。D.A. ブラックは33点の基礎上を不法に漏らしました。彼が数日前に大陪審から直接リークしたものからの変更や驚きはありません。虎親分はノークライム。なんて混乱してるんだろう。ブラックは辞任すべきだ。 今すぐ。おブラック地方検事は私に対する哀れな起訴状に関する様々な点と完全な情報を違法にも出しました。私はレポーターを知っていますし、残念ながら彼も知っています。これは彼が直ちに起訴されなければならないことを意味します。今、彼が自分の評判を本当に綺麗にしたいのなら、彼は立派なことをし、地方検事として、 彼自身を告発するでしょう。彼は司法の歴史に名を残すでしょうし、彼の虎親分嫌いの妻はきっと彼をとても誇りに思うでしょう。というものです。最後に動画をどうぞ。